こいい。ちゃんと。真ん中でパカッと割って片方に真ん中を引っ掛けます。このように引っ掛けてキュッと引っ張って根元まで。次の一発目をこれを 1,2,3 本三つ編みが始まる。一発目、二発目、三発目の時にこの持ってくるね、分けて太さを一緒にしていく。太さ合わせたら編み始めると。きっつい三つ編み、ギュッギュッ、地毛のところまではきつめに編みます。地毛がなくなったらあとはまあ編みやすいように編むと。あと8本ぐらい、はい、休憩させた、はい、あとはぶっ通し、まあ、ある程度休憩挟んでいきましょう、はい、ね、この体勢の方がやっぱ編みやすいわ。始めたらちょっとギュッとしたら痛いと思うよ。あ、はいはい、でも根元が少し伸びてくるとともに楽になってくると、あ、まあ、一本一本軽めな感じで作ってあるから、はいはい、そんなに痛まではいかないと思う。ありがとうございます。いや最高だったね。なかなか音楽も畑とかもあるんで、今後とも10年後くらい、はい、ずっと楽しんでいきましょう、はい、おもちゃも作って、はい、ありがとうございます。